よし。ここのスポーンか。小屋に一人と強ポジに二人だった。なんだあれ。ちょっと見えなかった。お、これ入るんじゃないかな。オッケー。でかい。ここ一発入れられるのでかいな。これだけで次追いやすいね。小説家、骨董商。傲慢振ってるから止められた時にこの後やりやすいんだよね。一発早めに入ると。もう一人いないかな。ここ曲芸師と、あ、小説家いた。あ、じゃ小説家おっちゃう。そろそろフラフォー止まるか。フラフォー、オッケーオッケー。危ない危ない。まあ止められてもまあ大丈夫だったか。入ったのラッキー。通信機つけてもいいかな。いやでもここだったらつけなくて大丈夫そうかな。まあこっち釣ろうかね。回ってるのどこだ。院内と小屋下か。じゃあ院内が骨董商で、多分小屋下が航海士かな。骨董商救助か。骨董商も来てそう。いや、これ曲芸師も来てるね。あ、いた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 。オッケー。あ、よし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 。オッケーオッケーオッケー。たまーにこの赤玉と被ると、硬直が消えるから。今のよかったね。で4割は来ない。そしたらせかしちゃいたな、これ。よし、あー、これ当たんないか。よいしょ。お、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 お。で、いや、それケバブなるの。それケバブになるの。まあでも、鬼没で普通にいけるかな。よいしょ。あと、骨董商の粘着は、大丈夫かな。まあ、下ろせるから、そっちの方持ってっちゃおうか。うん、オッケーオッケーオッケー。そしたら、曲芸者も釣っちゃおう。まあ、ここさえ釣れちゃえば、大丈夫かな。解読もまだ全然回ってないし。よいしょっと。で、骨董商が3いたから、T 字の方回しいかな。T 字の方回しいった。公開支給所かな。あ、やばいやばいやばい。とりあえず、公開支にダメージ与えて、極下所ってこと。まあ、そこまで伸ばされなければ、大丈夫かな。公開支が壁に来ると思うけど、ちょっとボロが終わったら推進儀とかでもう落ち着いていければいいかな。よいしょと。これ入るんじゃない？ OK。 よしよしよし。で、骨董師はまだ回してるかな。回してるね。ただ骨董師の方に推進儀行こうかな。うわぁ、惜しい。ちょっと今旋回しようと思ったけど、できなかった。1。一旦旋回しようか。OK。よーし。残り3台。8。いやぁ、いいね。スマホでも、結構、良かったんじゃないかな、今のシーン。できた方だと思う。ん？ぬ、ぬま、ぬま、し、ね、ぬ、ぬま、消えろ。熊になってるしね。うん。ちょっとこじっちゃってるけど。熊、ぬ、ぬま、し、ね。こういうことは言わない方がいいんだって。こういうことをね、人に向けて言っちゃダメ。
僕だからいいと思ってるかもしれないけど、やっぱ他の人にも言ってるのかな。こういうことは絶対に言っちゃダメです。暴言がきっかけで辞める人とかもやっぱいますからね。ちょっと言葉遣いには気をつけてほしいですね。よし、コケ村船下あるかな。あ、オッケーオッケー。とりあえず船下で推進機取ろうかな。で、船上に一人絶対いるから、まあできれば、どのキャラでもきついな、これ。傭兵とかの方がいいかもしれない。あ、手前にあった推進機取って、骨董商か。まあ仕方ないね、ここは。ここは一本道だから仕方ない。次ちょっと開いたところで避けれるように頑張ろう。ここで読み合い1回2回、 OK、 いった。とりあえず大丈夫で、傲慢溜まってから、まあ鬼没も溜まるから。ああ、今振ればいけたかもしれない。まあいいか。で、下落ちるかな。下落ちた。 OK、一旦、よし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 。一旦ね、骨董商はこんな感じで、大回りで行くといいね。で、傭兵がここを、このまま救助来るかな。推進機ドリル取って、ドリル受けまこうか。揺れが、小屋とどこだろう。小屋と、あ、アセレか。やばい、スマホだと全然揺れがわからない。PC だと、すごい大きく表示されるからわかる。お、ラッキー。お、フライホイリウム使った。一発殴っとこうか、傭兵。後遺症？戦争後遺症だっけ？これが止まるからね。一旦フェイント。よし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 。これは、いい感じの読み合いができてるね。通信ここにも落ちてるんだ。格分けの推進機が2つ増えたみたいだけど、いまいちまだよく分かってないね。移って救助、どうだろう、来るかな。傭兵すぐ釣れちゃうから多分来るかな、こっち側から。 OK、 マジシャン、ダミーとか、あれどこ行った。あそこか。当てたいなー、これ。当たるか。よし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 。で、瞬間移動を変えて。で、まだステッキがあるから。ここ。うわ、違う。いける。で、あっ。間に合っちゃうか。まあ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 。まあいいでしょう。そんなに離れらんないんじゃないかな。OK。よしよしよし。みんないる。傭兵起きられる前のこれ釣っちゃうかな。釣って、この間。体力は回らないから、もうこっちでいいでしょ。よし、オッケー。で、回復される前にクールタイムが止まるから、まあ落ち着いていきたいね。ここ当てられられればだいぶ有利。よーし、オッケー。で、マジシャンを切られる前に釣っちゃって、まあ多分骨董商が船中のどこか、船下ら辺まで行けないから、船の中のどこかな。で、マーメイドはドリル入ってなかったけど、まあ、骨董車に起きられないように、ちょっと探し行こう。この辺、あ、いた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 。オッケー。まあ、多分ドリル骨董車は入ってるから、起きられないと。よし。まあでも多分傭兵救出されちゃうかな、マーメイドで。落ちて。ちょっと巻いて。あ、投稿してくれた。
よーし、だいぶ早く終わったんじゃないかな、これ5分かかったかな。いい読み合いだったね。動画を見ていただきありがとうございます。これからも動画投稿やライブ配信をやっていきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。バイバーイ。